神谷エリナです。私はリラックマが大好きなので、リラックマのキャラ弁当を作ってみたいと思います。まずは下絵を描いて、どんなキャラ弁当にするか考えてみたいと思います。いろいろ考えてみたんですけど、その中でもこれを作ってみたいと思います。材料はこんな感じです。まずはポテトサラダを作っていきたいと思います。じゃがいもはしっかり土を水で洗い流します。熱が通りやすいように小さく切ります。じゃがいもはラップで包んでレンジでチンしていきます。とりあえず5分ぐらいレンジでチンして様子を見ます。チンしたじゃがいもは取り出すときにとても熱いので気をつけてください。このじゃがいもの皮を剥いて潰していきます。じゃがいもの皮は結構じゃがいもが熱いんですけど、つるっと綺麗にこんな感じで剥けていくので簡単に剥くことができます。こんな感じで潰していきます。はい、この潰したじゃがいもに本当はコーンを入れようと思ったんですけど、ちょうどツナが安く売ってたのでツナを入れてポテトサラダを作ります。ちょっと不細工だけどゴリラックマ完成です。